俺の名前は酒井、30代のフリーターだ。へー、もう飲む酒がないよ。たーく、唯一の楽しみなのに。そんな俺の唯一と言っていい趣味は酒を飲むことなのだが、最近税金上がって酒も高くなってるからな。酒好きなら酒が高いと思ったことはあるだろう。単品で買うとビールも200円前後はする。俺の月の手取りは多い時で20万前後だから、酒を買うのは痛い出費。今日はバイト先で嫌なことがあったから飲みたいのに。もう本当にこの国の経済は弱者をいじめるようにできてるよな。そして酒がなくなると、もう酒がないじゃないか、ふざけるんじゃねえよ。とにかく好きなように酒が飲めなくて毎日がイライラと言っても、そんな酒ばっかり買ってちゃ生活もままならなくなる。大好きな酒が飲めない毎日に俺は嫌気がさしていた。そんなある日、あれ、もうみりんが切れてる。あんまり使わないけど、確か近所のコンビニで小さいのが安く売ってたよな。こちら年齢の確認をお願いします。あ、みりんなのに、これ調味料だろ。私もよくわからないんですが、みりんってアルコールが何パーセントか含まれてるらしいんです。それでスーパーなんかだと年齢確認はしないけど、コンビニだと確認が厳しいから年齢確認はしてくれって店長が。はあ、なるほどね。これ一応アルコールが入ってるのか。というと、みりんは安いものだったら1リットル300円前後で買える。250ミリリットルで300円前後のビールとは違い、価格的にもお得だ。俺は試しにみりんにどのくらいのアルコールが入っているのか調べることに。すると、アルコール度数が13から15度ってビールの5度より高いじゃん。日本酒が15度だからそれとほぼ同じってことか。料理酒は逆に飲用不可でアルコール飲料にはならないと。へえ、イメージ的には逆だと思ってたんだけど違うんだな。しかもみりんはちゃんと混合酒に分類される立派な酒なのか。へえ、酒造メーカーが出してるみりんもあるんだな。なになに、弊社の酒と同じ製法で作られているので好みが合えばそのまま飲むことも可能ですとな。こりゃいい知識が手に入ったかもしれねえ。俺はとあるナイスアイディアを思いついていたのだ。そして数日後、うひゃー、ネットで1リットルの特売みりん買っちまったぜ。酒がなくなったらこれで思いっきり酒盛り楽しむぞ。俺は1リットル300円のみりんをネットで購入。これで酒盛りを楽しむことにしたのだけれど、マジ酒の味はするがとにかくまずい。だからネットの情報をろくに調べもせずにみりんを大量買いしてしまったのは俺の責任。しばらくは我慢して飲んでいたのだが、ガーン、やっぱりまずくて無理だ。じゃあ貧乏人はろくに好きなものも飲めないのかよと切れる始末。とにかくまずくて飲めるもんじゃないので大量に買ったみりんも無駄になってしまった。くしゃう、俺はただ安く好きな酒を楽しみたいだけなのに。まあみりんが料理用で味は保証されないのは覚悟してたけど、安い酒ってこの世にないのか。俺はとにかく浴びるほど酒が飲みたいんだよ。くしゃー、そのイライラはバイト先の居酒屋でも抜けず、ビールまだですか。はっ、こっちだって忙しいんだ。ちょっと待ってよ。すみません、しゃあ俺だって飲みたいのに。いいよな、羽振りのいい奴らはガブガブと飲みやがって。ちょっと酒井君、お客さんにはもっと丁寧に接してね。あ、はい。どうして俺ばっかり我慢してそんなこと言われるんだよ。これもみんな酒を飲めない不幸な身の上が悪い。とにかく酒を飲めない俺は不幸そのもの。毎日こんな感じで本当に辛かった。でもある日、ここのスーパー
バイトの後輩に勧められてきたけど、ずいぶん商品が安いな。酒もずいぶん安いけど。この焼酎4リットルで400円？マジかよ。俺は速攻でその焼酎を買っていた。いやー、まさかこんな安く酒が手に入るとはな。これで心置きなく酒が飲めるぞ。これで酒の飲めないストレスともおさらばだ。こうして俺は長年の悩みを一気に解決することができたのだが、もう午後の5時、バイト行かないと。でもちゃんと酒抜けるかな。ま、なんとかなるか。でももうちょい酒飲みたいよな。あー、そうだ、水筒に入れて持ってっちゃおう。色も透明だし、みんな水だと思ってバレないっしょ。俺って頭いい。そして俺は仕事の休憩中も、はあ、酒うまいな。仕事中に酒が飲めるってマジで最高。このまま毎日仕事先でも酒持っていこうか。俺はすっかり酒が身近にある生活にハマってしまったのだ。でもそうなると日常にも支障は出てくる。店長、おはようございます。ちょ、酒井君、お酒臭くない？ちょっと飲みすぎちゃいました。あ、でもすぐに良くなるから平気ですよ。ダメダメ、そんな状態じゃお客の前に出せないよ。今日は帰って。あ、俺だって働かなきゃ酒が買えないのに。酒が俺の唯一の楽しみなんですよ。酒を買うのは結構だけど、限度ってものがあるでしょ。俺はその日仕事をするのを店長に拒否され、家に帰ることに。たく、なんだよ店長のやつ、別にちょっと酒飲むぐらいいいじゃないかよ。それのどこが問題だっつーの。もうストレス溜まったから酒飲んじゃおーっと。マジで酒うまい。もうずっと酒が飲める仕事探すしかないな。そんな俺の思いを汲み取ったかのように、翌日店長から電話があり。すまないけど酒井君、君のことが随分と問題になっていてね、お客さんからも酒臭い店員がいるって苦情がすごく入ってるんだ。君は勤続年数が長いし残念ではあるんだけど。あそうなんですか。ちょっと酒井君、まさかまた酒を飲んでるのかい。へい、飲んでますけど、それが何か。もういい、明日から君は来なくていいから、後でロッカーの私物だけ取りに来て。こうして俺はバイト先をクビに。まあ仕事なくなったし、適当に生ポでももらっときゃいいだろ。にしても最近俺ってばちょっと痩せた。それになんか気持ち悪いっていうか、下痢も多くなってきたし。また吐き気きた。おかしいと思った俺は病院にかかったのだが、これは慢性アルコール中毒症の可能性が疑われますね。は？アルコール中毒？はい、酒井さんはよくお酒を飲まれてるようですし、それが原因かと。嘘だろ、大好きな酒に体を蝕まれるなんて。俺は自分の好きなものを思いっきり飲んでただけなのに。あいつだろ、アル中やろ。そうそう、安い焼酎飲んでアルコール中毒になったやつ。ああ、誰だ俺の悪口言ってるのは。え、酒井さん、お前だろ、ふざけるんじゃねえ。ちょっと酒井さん、やめてください。後で知ったことだが、慢性アルコール中毒症の症状には幻覚や幻聴も含まれるという。おい、また誰か俺の悪口言ってるだろう。俺はまともだ、ふざけるんじゃねえ。俺は
一体誰に悪口を言われてるんだ。気のせいなのか、それとも。なんでかな、俺の方が面白いのに、なんで俺のは読まれないんだろう。こんなんのどこが面白いんだか。俺の方が絶対売れるっつーの。どいつも見る目がねえな。酒まだ飲み足りないってねえぞ。俺の名前は酒井明夫、小説家を志し日夜執筆に明け暮れる作家の卵だ。今日もよく働いたよ。めでてえな。あれ、もう空っぽだぞ。買いに行かなくちゃダメか。くそー、かったるいな。俺が住んでいるのは家賃4万円のアパートだ。まだ作家としての収入はないので、生活費はアルバイトで賄っている。時給1000円ちょっとのコンビニバイトで週30時間ほど働く。月の収入はだいたい12万円前後だ。そしてその半分は食費と酒に消えていく。これこれ、これがなくっちゃ始まらないよ。あとはつまみくらい買うか。本当は安い酒だけ買いたいところだが、ここで一本だけ一番安い缶チューハイを忍ばせておく。なぜか、帰りの道中飲む酒がないからだ。ふう、帰るか。毎日バイトに行くか、パソコンに向かうか、飲むかという生活。こんな暮らしを続けてもう何年経つんだろう。学生時代は本を読むのが好きだった。本好きが高じて図書館でバイトしたりもした。そして高校生の時、初めてインターネットに小説を投稿。え、コメントついてる。すごい、やったやったぞ。人生初の作品は世の中に受け入れられたようだった。新作をあげれば読む人がいて、たまに好意的なコメントがつく。それが面白くてどんどんのめり込んでいった。俺の文章は面白いんだ。新作を待っている人がいる。もっと書こう。そしてゆくゆくは本を出版するんだ。だが小説家への道はそんなに甘くなかった。それからというもの、進学も就職もせず毎日文章を書き続けたが、高校生の時に書いた作品を超えるものが書けない。じゃあもうやめた。違うものを書くぞ。新しいアイデアが浮かんだんだ。書いても書いても世間の反応は冷たい。反応がないと続きを書くのが嫌になった。高校生の時に書いていた作品も未完のまま。こうして未完成のダ作が増えていく。創作活動と並行してバイトをやっていたが、それもうまくいかなかった。酒井くんって高卒なんですって。若いのにフリーターってこと？うちの息子と同い年なんだけどね。なんだかね、変わった子ね。あんなおばさんたちに俺の才能なんか分かりゃしない。そう思っても現実では一言も言い返せない。悔しかった。あー、もうくそー、なんだよ、なんなんだよ。もっといいものを書けばいいと頭ではわかる。だがなかなかうまくいかない。自分自身に苛立ち、そのイライラはやがてあるものに向けられた。バイトに行けばイライラする。パソコンの前に座ってもアイデアが出ないとイライラする。悪循環だ。そして二十歳を迎えた頃から、俺は酒に頼るようになった。酒だ。はじめは一口でよかった。それがチューハイ一缶になり、二缶になり、どんどんエスカレートしていって足りなくなったのだ。あれから25年、俺は相変わらずパソコンに向かっている。違うな。あー、違うんだ。なんでだろう。なんでうまく書けないんだ。つまんねえ小説、主人公がダメだよ。
こんな絵に描いたようないい子ちゃんじゃさ。最近は自分で何かを書くことよりダラダラとネット小説を読んだりすることの方が多い。いやー、これは必要な時間なんだ。凝り固まった頭をほぐすための時間。こんくらい俺にだって書けるよ。なんでこんなのが人気なのかね。つまんねえの。他人の書いたものにはいくらでも意見できる。だが自分の作品は一向に進まない。賞に応募しようと思ってもたった一作を書き上げることができない。嫌気がさすと酒を飲む。酒を飲めば情けない自分のことを少しだけ忘れることができる。なんだ、あれ、あ、今日バイトだっけか。バイトをしないと生活できないからバイトはやめられない。この時はバイトのことをすっかり忘れていて、店長から呼び出しを食らいほろ酔いで出勤。酒井くん遅いよ。すみません。2時間遅刻だから、実働時間3時間だからね。はい。あ？なんか顔が赤くないか。そんなことないっすよ。酒井さん、公共料金って。ああ、何？貸せよ。すみません、今日は休みだと思ってたのに。イライラする、早く酒が飲みたいよ。本当はバイトなんかしたくない。小説家になってお金さえ入ってくるようになればこんなところでは働かないんだ。最近は飲んでいないと調子が悪い。飲まないと気持ちが落ち着かない。この日もバイトに行く前に一杯飲んでから家を出た。やっぱり酒を飲まないと気分が悪くなってくる。あれ、これどこの棚でしたっけ。お菓子の裏だよ。あー、そっか。ダメだ、飲みたい。なんで仕事中は酒飲んじゃダメなんだ。すんません。おい、早くしろよ。あ、はい。急いでんのにとろいな。なんだ、なんで俺がこんなこと言われなくちゃだ。こんなやつにバカにされなくちゃいけない。コンビニの店員のくせに役立たず。高卒のオタクくん使えないな。サッカーぶってもちっとも面白くない。みじめ鼻くそ。380円。なんだ変な人。なんかやばいやつかもな。もうこの店来るのやめよう。イライラする。さっきの客は俺をバカにした。許せない。酒井さん、これちょっと教えてほしいんですけど。ああ、切手の取り扱いがよくわからなくて。これ なんで現金じゃないといけないのか。でそんなこと聞くんだ。こいつも俺をバカにしてるのか。前から思ってたんですけど、酒井さんって変ですよね。その年でバイトとかしませんよね。やばくないですか。お前、今俺のことバカにしたな。え、バカにすんな。うわ。この時俺は現実と妄想の境目がよくわからなくなっていた。ただカッときて同僚の大学生に手を挙げてしまったのは本当に良くなかった。すぐさま店長が飛んできて俺は家に帰らされ、後日首を言い渡された。なんだよ、バイトもやめられて、もう困んじゃねえかよ。俺はな、作家になんだぞ。みんな知らないだけだろうか。こら、
てめえ！見てんじゃねえろ！もう自分で何がしたいのか何をしているのかよくわからなかった。気がついたら俺は警察官に囲まれていた。こんなところで寝てないで。ああ？お酒を飲んで騒いでるって通報があったんですよ。大丈夫？ああ。俺を捕まえるんか。暴れたりしなければ捕まえないよ。でも気をつけなよ。いい大人でしょ？身分証持ってる？証明だ？高卒で何が悪い？ダメだな。手が震えてるよ。アルコールじゃないの？ねえ、ちょっと飲みすぎじゃないの？変だ。よくないよ。ここはね、公園なんだよ。公共の場所なの。だからなんだ。あなたね、多分アルコール中毒だよ。病院へ行った方がいい。ああ？普段から相当飲んでるんじゃないの？そのままじゃ大変なことになるよ。え？アルコール中毒。この言葉が自分に当てはまるなんて思っても見なかった。さっきまで酒で温まっていた体が急激に冷えていく。気持ちが悪い。視界がブレる。顔色悪いね。大丈夫？帰れそう？大変なことって何？どうしたらいいの？ちょっと落ち着いて。そこの水飲み場まで行こうか。ダメ。ダメだよさ。おい、しっかりしてよ。ダメだな。救急車。今度は気づいたら病院にいた。どうやらあの場でそのままぶっ倒れたらしい。俺は慢性的なアルコール中毒と診断され、治療が必要だと告げられた。そして最悪なことに。起きよう！あなた、心配したのよ。大丈夫？父さん、母さん。肝臓の数値が良くないんだってな。なんでそんなにお酒を飲んでいたのよ。まさか父さんと母さんが来るなんて。どうしよう。なんて言えば。酒を飲むのに理由なんかない。だがそんな言い訳は通用しないだろう。だいたい今まで知らん顔してきたくせに、ここに来て説教される筋合いもない。秋代、今まで父さんも母さんもお前のやりたいようにさせてきた。だけどな、父さんは後悔しているんだよ。どうして？何が？お前がこんなに苦しんでいるのに、なんで気づいてやれなかったって。え？大学に行かなかったことも、就職しなかったことも、あなたの好きにさせたけど、やっぱりそうじゃなかった。せめて就職していたら、こうはならなかっただろうに。ごめんなさい。今さら遅いよ。父さんは悲しい。秋代、お前が自分を大事にしなかったことが何より悲しい。秋代、父さんも母さんも若くないのよ。お父さん、来月には75歳になるの。今回は二人で来れたけど、次はないかもしれない。ねえ、わかる？母さん。今まで俺のことを放っておいて、今さら出てきて説教もないだろう。自分たちの老後が心配だからって、俺に忠告をしに来たのか？いや、違う。ごめんなさい。今まで大した親孝行もできず、自分のやりたいことをやらせてもらって、結果も出せず苦しかった。だが俺以上に両親は苦しんでいたのかもしれない。酒なんか頼る前に、もっと早くに気づけばよかった。それでもこの人たちは俺の親なんだ。親じゃなきゃわざわざ駆けつけたりするもんか。それから俺は両親に勧められてアルコール依存症の治療を行うことになった。入院費用は父に借りた。お金は返さなくていいから真っ当になれと、そう言われた。入院することでアルコールから離れる。アルコールを飲まないことによる離脱症状はかなりきつかったが、入院していたからどうにかなった。
人では酒をやめるなんて絶対にできっこない。入院期間2ヶ月、通院治療に2ヶ月以上を費やした。父に怒られたあの日から半年、俺は図書館でアルバイトをするようになっていた。静かな空間で大好きな本に囲まれている。俺にとっては最高の職場だ。酒井さん、これ棚に戻していただけますか？はい。なるべく心穏やかに、酒に頼らなくていいように、そんな風に過ごすことを心がけている。そして思いついたことを日記に書く。今日すごく喉が渇いてお酒を飲みたくなったけど、炭酸水を飲んで我慢した。禁酒半年、このまま続けたい。うん、今でもまだどうしても飲みたいと思う時がある。そんな気持ちをこの日記にぶつけることにしている。アルコールから抜け出すための手記、きっとこれは俺にしか書けない。よし、大丈夫、全て順調だ。1年後になるか2年後になるかわからないけど、この手記をいつか出版社に持ち込みたいと考えている。そのためにはまず健康にならなくちゃいけない。お酒でダメになった人生でも決して無駄にはしない。俺はまだ夢を諦めないぞ。あと5分、18時。よし、俺の名前は野見大志。仕事にあぶれ、社内のお荷物としてデスクに縛り付けられている53歳の会社員だ。待ってた待ってた、この時間を待ってたよ。久しぶりに唐揚げ行っとこうかな。おし、今の会社の親会社に勤め始めて30年になる。まあ今となっては30年勤めようがなんだろうが関係ない。何を隠そう、俺はいわゆる窓際族で、会社にとっては必要ない存在なのだから。入社したての頃は俺だってやる気に満ちていた。上司に気に入られようと躍起になって人並みに頑張っていたんだ。ただ俺はちょっと人より落ち着き者で、その割に小心者だった。え、俺ですか？そうだよ、今度の新しいプロジェクトのリーダーにぜひのみくんを推したいと思ってね。その当時俺の上司だった課長が俺をプロジェクトリーダーに任命してくれたのだ。これが成功すれば一気に出世も夢じゃない。かなりの期待とプレッシャーだが、やってやる。俺がしっかりしなきゃ、必ず成功させるんだ。いいねいいね、のみくんならやってくれるよ。うぃっす、やりますよ。しかし現実は理想とは違う。次々と起きる想定外の事態に右往左往する俺。この件に関しては あのもう少しお待ちいただけますか？のみくん、会議の時間だから早く。はい、はいはい。そんな、あっちもこっちも対応できないよ。俺には無理だ。俺は周囲の期待に応えることができなかった。プレッシャーに負けたんだ。どうせ俺なんか無理だったんだ。俺はダメなやつなんだよ。俺は自らプロジェクトリーダーの座を退いて、毎日のように焼け酒をかっくらった。明け方近くまで飲み歩いて、翌朝グダグダのまま出社。そんな俺を見て周りの人間はどんどん俺から離れていった。そんな俺を見かねて会社が動いた。左遷だ。俺は何をすれば？さあ、何も聞かされてませんけど。行き着いたのは子会社の地方営業所。主任という肩書きはついているものの、やることはない。何もない。何もないなら帰ってもいいのかよ。そうだね、いつでも辞めてもらって構わないよ、君が望むならね。俺は落ちた。いつ辞めても構わないとまで言われる始末だ。俺は会社に生かされてる。俺に選択権はない。
どうだっていいや。給料さえもらえりゃ酒は飲めろ。仕事しないで金もらえるんだから、俺はついてる。ラッキーだな、クソったら。こうして万年窓際族になり下がってしまったのだ。幸い会社に席はあるので給料は入ってくる。お金はあるからあるだけ飲む。会社には行くが、どうせ俺の仕事はない。だから何もしなくていいんだ。はあ、早く終わらねえかな。はあ、今日もタスクが山盛りだ。忙しいよね。暇な人はいいよな。あんなんで給料もらってるんだからやってらんないよな。ほんとだよ、親会社の人間だってだけでさ。聞こえてんだよ。いや、聞こえるように言ってるのか。デスクに座っているのが俺の仕事だと言うならそれでいい。ただ俺だってな、ちゃんと耳はついてんだぞ。あの若造がよ。お客さん大丈夫？俺はな、まだ猛録しちゃいねえんだよ。ダメだこりゃ。ここどこだ。嫌なことがあるとついいつもより飲んでしまう。体に良くないことも分かっちゃいるが、どうしてもやめられない。でもいいんだよ、俺は仕事しなくていいんだから。金があるだけ飲んだって誰も困りゃしない。うっ、飲みさ、いつにも増してひどいね。俺じゃ飲みどころかゴミだろ。ちょっと、それやばいよ。だって本当のことじゃん。なんとでも言え。どうせお前たちには関係ない。そう、くそ、今夜はパーッとやってやる。気づけば俺は有り金全部突っ込んで酒に溺れるようになっていた。会社での出来事を忘れるように浴びるほど飲む。飲んで全てを忘れている間はそれでいい。だが酔いが覚めると待っているのは現実だ。エラーだね。あ、そんなわけ。何回やっても同じだよ。おかしいな。あ、なんだ、20万円こんなのいつの間に。なんだい、お金もなくなっちまうな。記憶がなくなるほど飲むと大概ろくなことが起きない。いくら平和な日本だって油断していれば犯罪に巻き込まれることもある。大丈夫ですか？おいて、あ、何、動かないで、骨が折れているかもしれない。うっかり公園で居眠りしたばっかりに酔っ払いを狙った犯罪グループにやられたらしい。俺のカバンは公園のすぐそばの自販機のゴミ箱の中に捨てられていて、財布はなかった。スマホもない。そして全身ボロボロで立つこともできなかったので、搬送先の緊急病院でそのまま入院ということになった。怪我は大したことないんだけどね。肝臓の数値がひどいですね。え？あなたお酒飲むでしょう。あ、はい。今のままじゃ死にますよ。大ショックだ。今まで自分自身のことは見て見ぬふりをしていたけど、相当ガタが来ていたらしい。医師からは肝硬変一歩手前と言われ、今すぐにお酒を断つように言われてしまった。酒をやめる？俺から酒を取ったら何が残るって言うんだ。そんなの無理だよ。
のみさん、他の患者さんに迷惑になりますから、お静かにね。はい。私は、退院はいつ頃？それは先生が決めることですので。うっそー！やだよー！静かに。酒が飲めない。それは、俺にとって、水を飲むなというのに等しい。そんな生活できるわけがないじゃないか。やだよ。早く退院させてくれよ。静かにしてもらえませんか。あ、ごめんなさい。早く退院できるといいですね。僕も静かな方がいいし。お酒って美味しいんですか。そりゃあうまいに決まってるよ。なんだ、飲んだことないのか。僕は生まれつき腎臓が悪くてお酒は飲んだことありません。退院できる予定もない。おじさんは早く退院できるといいですね。そうか。その青年はこの病院に来て半年経つという。腎臓病で透析が必要なため、ほぼ一日中寝て過ごす。腎移植をするしか回復の見込みはなく、もう何年もドナーを待っているのだとか。どうしてわざわざ不健康になろうとするのか、僕には理解できない。だって頑張れば治る病気なら治せばいいじゃない。ねえ、早く退院した方がいいですよ。その方がおじさんのためでしょ。すまねえ。あんたの言う通りだ。俺は自分が心底恥ずかしかった。自分で自分を諦めて投げやりになって、病院の世話になるなんて、全て自分で蒔いた種じゃないか。それから俺は医師の指導通り断酒と食事制限に取り組んだ。適度な運動も取り入れ、生活を改善したことでゆっくりとだが回復。怪我もすっかり良くなった頃、俺は退院することができた。そして数ヶ月後。こんにちは、お迎えに上がりました。よろしくお願いします。俺は自分を変えたいという思いから会社を退職し、介護の仕事に就いていた。仕事はハードだがやりがいはある。運転も業務に含まれるため、お酒は一切口にしていない。よいしょ、よいしょ。お手伝いしましょうか。いや、このくらい自分でやらないとね。この年になっていろんな人からいろんなことを教わった。今俺が毎日会うのは大勢のお年寄り。いずれ俺もこういう施設のお世話になるのだろうから、今は社会勉強をさせてもらっている感覚だ。いつもありがとうね。とんでもありません。こんな俺でも誰かの役に立つことができる。人生だいぶ無駄にしちまったけど、まだまだやり直せる。もう酒には溺れないし、自分を粗末にもしない。この命無駄にしちゃいけないと気づいたから。昔はよ、よかったよな。なあ、そう思うだろう。あら、もうなくなっちゃった。おい、おかえり。あ、いねえのか。俺の名前は坂の見すぎた。年金暮らしの67歳だ。なんだ、もうねえのかよ。こんな、ちゃんと買ってなくちゃダメだろうか。寝るか。仕事を定年退職して2年、働いてる間は週に 3,4 日だった晩酌が気づけば毎日になっていた。特にやることもない、誰が注意するわけでもない、そんな環境が俺をダメにしたんだ。うん、
暇だな。そうだ、酒を買っておかないと。年金の受給額は月に16万円。そのうちの半分は食費に消える。つまむもんも欲しいな。たくあん、イカの燻製、あと、そうだ、いちご大福。一週間分と思って買った酒が、気づけば夜にはなくなっている。あればあるだけ、腹に入るだけだ。あちいなあ、よっか。もう食えねえなあ。おかわり。おい、ほら、お前もたまにゃ一杯どうだ。寂しいもんだね、一人ってのは。働いていた時は毎日が充実していた。家とか医者を往復するだけの日々だったが、張り合いがあった。辞めてからやりたいこともあったはずなんだがな。おい、もう一本だよ。あー、くそ、わざわざ取りに行かなきゃならんのか。ぽっかり大きなものを失ってしまった感覚。やることがないとついつい先に手を伸ばしてしまう。でもいいんだ、俺にはもう酒しかない。もしもし、お父さん。なんだ。ちょっと、まさか昼間から飲んでるんじゃないでしょうね。違う、今ね、新聞を読んでたよ。本当に？あたぼうよ。ならいいけど。あのね、今度の土曜日みんなでイチゴ狩りに行かない？イチゴか、好きだったでしょ。いいね。決まり。じゃ、お父さん車出してくれる？おう、任しとけ。ありがとう。土曜日な。よしよし、たまの楽しみは娘夫婦との交流だ。孫娘は今5歳、かわいい盛りだ。よっしゃ、一つ楽しみができたぞ。いちごを山ほど持って帰るからな。電話があったのは水曜日。金曜日は酒を飲まないでその日を迎えるはずだった。しかし。何やってんのよ。お、なんだ、みんなお揃いで。お父さん、今日車で出かけるって約束したじゃない。あら、あ、いや、今日だっけか。土曜日だって言ったでしょ、昨日もメッセージ送ったのに。あ、やっちまった。楽しみにしていたはずなのに、なんで俺は飲んじまったんだ。 おい、悪かったよ、すまない。この通り。もういいわよ、私たちだけでバスで行くから。車じゃないの？ジージが行けなくなっちゃったからね、バスで行くよ。ごめんな。うん、またね。じゃあ今日は失礼します。すまねえな、わざわざ俺に会わせて迎えに来てくれたのに。約束をすっぽかすなんて、穴があったら入りたかった。ああ、なんで忘れちまったのかな。ダメだな、このバカタレ、俺のバカタレがよ。それもこれも全部酒のせいだ。それなのにこんな時でも酒を飲まないとやっていられない。それがまたたまらなく嫌だった。こんなもんがあるから俺がダメになっちまったんだ。もういい、やめだやめだ、ほれ、一滴残らずやめたぞ。この時俺は酒をやめると自分に誓った。ところが、風呂上がりの一歩、あぶねえ、やめたんだよ。そうだよ、水でも飲んどくか。やけに目がさえるな。そうだ、一杯。あ、
け。やめたんだよ。ほらやめたの。癖ってやつは恐ろしい。いくら酒をやめたと思っていても無意識のうちに手を伸ばしてしまう。つい冷蔵庫を覗いてしまう。時間を持て余しているときはもうどうしようもなく飲みたくなる。我慢しなければと思うのだが、それよりも飲みたいが勝るのだ。やめた、やめた。ほらこいつがお似合いだ。かー、やーねー、こわ。情けない。だがどうしようもなかった。やっぱりほらダメなんだ。こんなどうしようもない俺がなんて生きてるんだよ。結局男子は失敗。ずるずると自堕落な生活を送っていた俺に、ある時意外な人から連絡があった。どうも。お父さんすみません、わざわざ呼び出したりして。いや、この間は悪かったね。俺がだらしなくて迷惑かけた。いえ、実はそのことでちょっとお父さんにお聞きしたいことがありまして。俺に？山口君は娘の夫だ。看護師として働いていて、しっかり者の頼れる存在だが、普段は物静かな人で、正直面と向かって話すのは初めて会った時以来かもしれなかった。最近車に乗っていますか？いや、いつから乗ってないですか？さあ、もう半年以上乗ってないんじゃないか。やっぱり先日伺った時そんな気がしたんです。ダメなんだよ、つい飲んじまって。飲んでちゃ車は乗れないだろ。そこから飲酒量の話になり、観念した俺は洗いざらい話した。毎日の飲酒量はビールなら 3、4本、週に1ケースは当たり前だということを。体に良くないと分かってはいるが、やめられないことも正直に打ち明けた。そうなんですね。俺だってな、反省してるんだ。でもどうしても俺一人じゃダメで。実はこういうものがあるんです。そう言って山口くんが差し出したのは、断酒会と書かれたチラシだった。何でもお酒をやめたい人たちが集まって、それぞれに悩みを打ち明けたり目標を立てたりして、お酒から離れられるように努力していく仲間の集まりだという。俺にできるかね。大丈夫ですよ。同じ悩みを持つ仲間同士で話すだけでも楽になると思います。そうかな。大変だと思いますけど、ここを踏ん張らないと。お母さんも悲しむと思いますよ。娘と妻はよく似ている。喋り出したら止まらない性格で、人のこともすぐ口を出したがる。晩酌するにもきっちり量を決められていて、俺がもう一杯と言っても首を縦に振ることはなかった。もうすぐな。そうだな、定年になったらどこへ行こうか。四国なんかどう？あなたの車で。そりゃ長旅になりそうだ。でも楽しいでしょ。よく笑う明るい人だった。定年を過ぎたら二人でたくさん旅行に行くはずだった。だが楽しみにしていた四国旅行の目前で、妻はあっけなくこの世を去った。事故死だった。すまねえな。いえ、辛かったですよね。突然でしたから。でもお母さんがいらっしゃったら、今のお父さんのことも止めると思うので。そうだな、情けねえな。山口くんには娘には言わないでくれと釘を刺して、その日は別れた。俺は変わらなきゃいけない。男がいつまでもくよくよしてちゃいけねえ。ごめんください。それから俺は
暇があると一人旅をするようになった。妻も旅が好きだった。日本全国二人で行った場所、行きたかった場所を巡る旅だ。旅に出れば気持ちが落ち着いて酒に頼らなくてもよくなった。いい風だな。ほんとおめえあいつに似てきたな。それこの間も言ってた。そうか。これ買っといたよ。お母さん好きでしょ、いちごのチョコレート。おお。ママー、ここにいたんだ。おお、すまんねえ。そろそろ戻ろう、夕飯の時間になっちゃう。一人で出かけることもあるが、今日は娘夫婦も一緒だ。ありがとうな。ん？何？お前じゃないよ。は？何よ。家族ってやつはいいもんだ。俺ももう少し頑張ってみるよ。もうちょい待っててくれよな。また会いてえな。朝から飲むってやっぱ最高だな。なんもやる気しねえ。俺の名前は上杉信夫。生活保護を受給し、毎月その金をアルコールで使い切っている50歳の独身男だ。俺が生活保護を受けるようになったのは、仕事中に大怪我をしたのが原因だった。わざわざお見舞いに来てくれたのか。悪いね。友達なんだから当たり前でしょ。で、大丈夫なの？資材の下敷きになってね、完全に足をやっちゃったよ。当分は歩くのも無理だって。それじゃあ仕事も難しいね。そうなんだ。これからどうしたらいいのか。あれからしばらく経って、今では怪我もある程度回復している。さーて、今日はどれを飲もうかな。ビールは高い割に度数が少ないし、ここはやっぱりチューハイか。あれ、信夫？ん？なあ、タケちゃん。退院したんだね。よかった。もうすっかりいいの？あ、いや、それがまだ完治はしてなくて。じゃあ仕事は？今は生活保護なんだ。生活保護？そりゃ大変だね。ん？それは酒？これは俺じゃないよ。今うちに兄貴が遊びに来ててさ、飲みたいって言うから。生き返る。俺は怪我で働けないストレスを酒でごまかしているうちに、いつの間にか酒が手放せなくなっていた。生活保護様々だな。生活保護は日本国憲法にある健康で文化的な最低限度の生活を守るための制度だ。俺の受け取り額は毎月11万円。生活は決して楽ではないが、一人暮らしで安アパートに住んでいるので、なんとかやっていける。食費を削ればもう少し酒を買っても大丈夫そうだな。初めこそ怪我のせいで働けない自分にモヤモヤしていたが、今は違う。生活保護のおかげで働かなくても毎日酒が飲めるなんて、我ながらいい身分だ。その後、怪我が完治してからも俺はこの生活から抜け出せずにいた。まずは目覚まし代わりの一杯といくか。あれ、なんだよ、一本も残ってないのか。いつまでもこんなことじゃいけないのは分かってる。でも焦っても仕方ない。ゆっくり休養しながら将来を考える時間も人生には必要だ。今日は酒は我慢するか。っていやいや、そんなの無理だろう。酒がないとなんとなく落ち着かない。落ち着かないとゆっくり将来を考えることもできない。だから俺は仕方なく朝一番でコンビニへ向かう。スーパーはこの時間まだ空いてない。1分1秒でも早く飲みたい俺にとってコンビニは強い味方だ。朝飯代わりの一杯いただきます。家まで待ちきれず、俺はコンビニの駐車場に座り込んで缶チューハイを煽った。
ああ、極楽だ。酒を飲むと気が大きくなって何でもできそうな気分になる。やっぱり人生前向きにいかないとな。明るく楽しく積極的に。そのためにも酒は欠かせない。この酒は俺の人生のプラスになってる、間違いない。あの人いつもこの時間にいるよね。いやね、毎日朝からお酒飲んで。生活保護を受けていると暮らしに制限があるのは事実だ。持ち家や車などの資産のほか、必要以上に高価なブランド品などは持てない。でも酒を禁止する規定は特にない。飲むのは自由なんだよ。みんな分かってねえな。別に法律を犯してるわけじゃない。俺にはいくらでも酒を飲んでいい権利がある。とはいえ金に限りがあるのも事実だ。なるべく出費を抑えて酒を楽しめたらいいんだけど。そんなある日、俺は救世主に出会う。何？ 12%！？ アルコール度数 12% のストロング飲料だ。ビールがだいたい 5% 前後だろう。今まで飲んでた高アルコールの缶チューハイでも8から9% だ。そう考えると 12% というのは衝撃の破壊力だ。絶対こっちの方が得だ。これからは安く酔えるぞ。いいね。あ、来るね。たまんないね。アルコールだけじゃなく炭酸も強めでガツンと来る飲み応え。俺は一瞬にしてこのストロング飲料の虜になった。何しろ働かなくていいので朝から飲みまくり、泥酔しては昼寝を決め込む日々を送る。ゴミ出しの日にはストロング缶の残骸だけが大量に詰まったゴミ袋を出すようになった。でも運悪く玄関に溜めていたゴミをケースワーカーに見られてしまう。これ何ですか？何ってゴミですよ。全部一人で飲んだんですか？そうですけど。上杉さん、前も言いましたよね。お酒を飲むなとは言いませんけど、少しは控えて働けそうなら仕事を探してください。分かってますけど、そんなに怒らなくても。生活保護を受ける人は能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持向上に努めなければならないと生活保護法に定められてます。つまり働けるなら働いてなるべく節約しなくちゃいけないんですよ。俺なりにやってますよ。注意を受けてイライラした俺はますます飲む量が増えていった。そんな中、気分転換に街を散歩していた時、パチンコか、ちょっとやってみるか。そんなことをしてる暇があったらハローワークにでも通った方がいいのは分かってる。でもいまいちそんな気分になれない。ん？待てよ、もしもパチンコで勝てたら今日は運気がいいってことだよな。よし、勝ったらハローワークに行こう。負けたらやめておくか。運気が良くないのに仕事を探しても仕方ないからな。つまりこれは遊びじゃなく運試し。就職活動をうまく運ぶにはどうしても必要なことだ。それからはパチンコの面白さにも目覚めてしまい、毎日運気を見に行くようになった。昨日負けた分を取り戻さないとな。毎日のアルコールが欠かせないのと同じように、パチンコもすっかり俺の生活の一部になった。よーし、勝ったぞ。今日はついてる。運が向いてるとわかれば早速ハローワークに行って仕事を探す。そのつもりだったが、まあ焦ることもないだろう。人生焦ってもいいことはないからな。まずは祝杯だ。パチンコで儲けた日は運気の上昇を祝していつも以上に酒を買い込む。そんなことが続き、結局仕事を探すのはのびのびになっていた。あの、これってもしかしてパチンコの景品じゃ。そうですよ。いやー、昨日は調子が良くてね。また行かれたんですか？別にパチンコくらいいいじゃないですか。確かに禁止はされてませんけど、
でも上杉さん、勝っても申告してませんよね。え？儲けた分はちゃんと教えていただかないと。生活保護の受給者は収入があった場合、ケースワーカーに申告する義務がある。パチンコで儲けた分も申告の対象になるのだ。そうは言いますけど、馬鹿正直に申告したらその分減額されるんでしょ？もちろんです。収入があればその分が翌月の生活保護費から差し引かれます。それが分かってるのにわざわざ申告なんかしませんよ。ダメですよ。まあまあ、細かいことで目くじら立てなくても。俺は社会的な弱者ですよ。弱者に意地悪して楽しいんですか？上杉さん、ことの重大さが分かってないようですね。パチンコで儲けても申告しない、働けるのに働く努力もしない、そんなことだと生活保護が打ち切られる可能性もありますよ。何もそこまで脅さなくても。脅しじゃなく心配してるんです。わかりましたよ。さっきの生活保護の打ち切りという言葉に思わずひよってしまった。でもよく考えてみたら、弱者の俺が見放されるわけないよな。俺は相変わらず酒を飲んではパチンコで遊ぶ生活を続けた。仕事を探す気なんてない。そんな毎日を送っているうちに酒を飲まないとイライラすることが前よりも多くなってきた。そしてとうとうパチンコ屋にまで酒を持ち込むようになる。お客様困ります。ホール内で飲酒は。でもほんの少しですから。ルールは守っていただけないと。ちっ、やっぱり酒なしなんて無理だよな。飲んでないと気がめいってしょうがねえ。ああそうだ、俺は水筒に酒を入れてこっそり持ち込むことを思いつく。なんて頭がいいんだ。だがある日、長期戦になって水筒の酒を飲み干してしまい、イライラが最高潮に達した。酒が飲みたい、飲みたい。そわそわと落ち着かなくなり、些細なことで神経が逆なでされる。感情の高ぶりを自分でもコントロールできなくなっていた。どうしてだよ、ちくしょう。この台おかしいんじゃねえのか。くそ、あ、くそ。ちょっと、上杉さん、何やってるんですか。あんたか。もしかしてと思って来てみたら、やっぱりここにいたんですね。んだよ、関係ねえだろ。それよりこの台がムカつくんだよ。ムカつくな。なんだよこの台、舐めてんのか。お客様、警察を呼びますよ。はぁ、やれるもんならやってみろよ。こっちは客だぞ。署で話聞きますね。はいはい、歩いて歩いて。いや、ちょっと嘘ですよね。俺そんなつもりじゃ。勘弁してくださいよ。あの人、万一前科がついたらこれから先大変でしょうね。俺ももう少しであの人みたいになってたのか。すっかり酔いが覚めた俺は、感情に任せた自分の振る舞いが恐ろしくなった。このままじゃいつかとんでもない失敗を犯してしまう。すみません、俺心を入れ替えます。これからは酒もやめて。ごめんなさい。はい。実はあなたへの生活保護の打ち切りが決まったんです。なんで。どうやら改心するのが少し遅かったようだ。その後、俺はアルコール依存症だけでなくギャンブル依存症とも診断され、苦しい闘病生活に入った。これは根本的な治療が必要ですね。先生、俺これからどうなっちゃうんですか。働かなくても毎日酒が飲めると浮かれていたのが恥ずかしい。自分に甘かったばかりに、取り返しのつかないことになってしまった。俺の名前は上杉信夫、50歳。もう酒がねえよ。本当に金がねえ。たく、どうすりゃいいんだよ。アルコール依存症に苦しむ男だ。
飲めねえし、何もできねえ。でも病院行かないとな。でも酒飲みすぎて動けねえ。どうしてこんなことになっちまったんだよ。まだ生活保護を受けてられたらこんなことにはなってねえのに。今はこの病気のせいで仕事に就くこともままならない。そんな俺は以前仕事で怪我をしたことをきっかけに生活保護を受けていたのだ。だが私生活がだらしなく生活保護を打ち切られてしまった。酒にはまって酒が手放せなくなって一日中ダラダラ飲んでたよな。仕事ができるようになったら働く意欲を見せなきゃならないのにそれもしない。パチにはまって禁止されてる酒まで水筒に入れて持ち込んで、切れて警察呼ばれてる兄ちゃん見てやっと正気に戻れたと思ったのに。パチンコの景品があるのにそれを申請しなかったのも悪かったな。自分の怪我が治っても俺は仕事を探すこともなくダラダラと毎日を過ごしていた。その結果がこれだ。もちろん酒がやめられないので仕事もことごとくクビになる。ちょっと上杉さん、あんた職場に何持ってきてるの。ちょっとぐらいいいだろ。俺はこれが生きがいなんだよ。仕事中に酒を飲んで職場に迷惑をかけたこともあった。酒の飲みすぎて仕事に行けず無断欠勤をしたこともある。ちゃんと治療を受けるにしても私生活には金がかかる。せめてその部分だけでも楽になればな。治療にも専念できるし、ちゃんと酒もやめて人生もやり直せるのに。生活保護が受けられればな、全部問題が解決するんだ。今度はちゃんと病気が治ったらきちんと働く。でももう生活保護を受けるなんて無理だよな。どうすりゃいいんだ。あれ、酒がない。そうだった、飲まないように冷蔵庫にストックしとかないようにしてるんだった。缶に残ってる残りの酒も飲まないようにしないとな。こうやって空き缶の火以外に捨てに来るのって俺ぐらいだよな。本当に情けねえ。なんで俺好きだった酒にこんなに苦しめられてるんだ。そんな苦しい状況をクリニックの医師に相談すると、先生、また仕事クビになっちまって、俺どうしたらいいんですかね。働くにしても酒が手放せなくてすぐにクビになる。きちんとしたくても酒は手放せないし、治療しててもよくならない。でも本当はちゃんと働きたいんです。今はそれもままならなくて。なら生活保護を再申請してみてはいかがでしょうか。え、再申請？そんなことできるんですか。でも生活保護は一度廃止処分になってしまった人が再び生活保護を受給するのは難しいと言われています。ですが上杉さんの場合はきちんと反省もして依存症が治った場合は働きたいという意欲も持っています。それに現在はアルコール依存症のせいで働けない状態にありますからね。障害年金をもらえる可能性もありますが、アルコール依存症の場合は精神疾患も生じていないと受給対象にはなりません。円滑な治療のためにも再申請を検討してはいかがでしょうか。生活保護が再申請できるかもしれない。よかった、これで俺はやり直せる。こうして俺は生活保護を再申請することに。そして見事振り込まれてる。これでまともな生活ができる。治療にも専念できるし、仕事がダメになっても食うのに困らない。それと仕事、今度は障害者雇用制度を使ってなんとかならないかな。今のままだと普通に酒のせいで無断欠勤もしちまうし、職場で酒も飲みかねない。俺の病気を理解してくれるところじゃなきゃすぐにまた首切られるからな。でも何かしてないと前みたいなことになっちまうからな。どうしたもんか。ケースワーカーに相談したところ、俺は就労継続支援 B 型と呼ばれる支援を受けることに。就労継続支援とは
障害や病気などにより一般企業に就労が難しい人が利用する福祉支援だ。就労継続支援には A 型と B 型がある。 A 型は就労継続支援 A 型事業所と雇用関係を結んで働く。こちらは給与も支払われるし、就労経験を積んでスキルアップもできる。支払われる給料も最低賃金は保障されている。そのため月額平均給与も8万ほどと高めだ。やるなら A 型の就労支援を受けたいんですが。でも上杉さん、お酒持ち込まない自信ありますか？ A 型の就労支援って普通に接客とかもあるから酔っ払われると困るんですよね。それはもう仕事場で飲んだりしませんよ。病気だからついつい飲みっぱなしってこともあるけど、それに酔ってちゃんとした仕事ができるとも思いません。ここは自分のペースで作業ができる B 型から始めましょう。俺が勧められたのは就労継続支援 B 型の方だった。こちらは事務所と雇用関係は結ばず、生産活動と呼ばれる作業を行うことになる。こちらでは生産活動に応じた工賃が支払われるのだが、自分のペースで作業ができるって言っても、パンの生地を延々とこねるだけって今にも眠くなりそうなんだが、これ普通に自分のペースでやってた方が地獄だぞ。その作業は退屈そのもの。そして極めつけは、永遠とパンをこねる作業を5時間以上もやらされて、月の工賃が1万6000円ちょっとって、最低賃金のバイトでもっと稼げるぞ。雇用契約がないため工賃は最低賃金を下回ることも珍しくない。こちらの月額工賃は月に1万6000円ほどが相場だそうだ。しかもこの稼ぎは11万ちょっとしかない生活保護から天引きになる。ちょっと待てよ、それって働くだけやっぱり無駄ってことじゃないかよ。なんかムカムカするな。人のことバカにしてるのか。ああ、やってらんねえ。そして家に帰った俺はストレスのあまり、やってられっかよ、あんなおままごとみたいな仕事。酒も飲めないで永遠と5時間もパン生地だけこねてる作業ってなんだよ。俺にはもっと稼げる仕事ができるっつーの。そうだ、また水筒に酒持ってってこっそり飲むか。それならストレス解消にもなるし、クソつまんねえ作業で退屈もしない。なーに、水代わりにちょろっと飲むだけだ。読まなきゃバレねえよ。でも俺の浅はかな知恵はすぐに見破られてしまい。ちょっと上杉さん、その水筒の中身何ですか？ただの水だけど。お酒臭い。あなたもしかして。俺は酒なんて飲んでねえよ。でもこんな作業飲まなきゃやってられっか。人をバカにしやがって。やっぱりお酒飲んでるじゃないですか。ちょっとどういうことなんです？知るかバカ野郎。俺はこの一件でケースワーカーに厳重注意を食らうことに。作業所にお酒を持ち込むってどういうことですか？それは同じことが続いたら作業所に通うことは難しくなりますよ。それに予約していた病院にも通院してないようですが。いや、それはそのすみません、作業所の工賃の安さと仕事の退屈さでイライラすることが増えて、酒の量も増えてるんです。それで病院に行く日も酔いすぎて歩けなくなって。その状態が続いたら場合によっては処置入院を進めることになるかもしれません。もちろん作業所へ通うこともできなくなりますよ。仕事以前にアルコール依存症は自分で自分を抑えられなくなる病気ですから。なんだよそれ、人を病人扱いしやがって。なんで酒飲むのかちょっとコントロールできないせいでこんなこと言われないといけないんだ。そして俺は考えた。これ消毒用のエタノールでもいけるんじゃないか。
これをコーラかなんかで割って飲めば酒を買っていると気づかれないはずだ。どれどれ、味の方は。意外といけるじゃねえかよ。こりゃ金のかかる酒よりいいかもしれないな。うっひょー。だが数十分後、なんだこれ、息が苦しい、頭もガンガンするし、胸も痛くなってきやがった。なんかおかしいぞこれ。医者に行かないと。うわ、やばい、体が動かない。誰か助けてくれ。やだ、お酒くさい。酔っ払いだ、本当に邪魔だよな。ほんとこんなところで寝ないでよ。違う、俺は酔っ払いなんかじゃない。誰か助けてくれ。本当に酔っ払いじゃないんだ。俺は急性アルコール中毒で動けなくなっていたらしい。その後俺がどうなったのかは、まあ、あんまり言いたくないな。俺の名前は酒井忠夫。大型トラックの運転手をしている48歳の独身だ。あ、もうこんな時間か。俺が慌てて飛び起きた理由、それは酒だ。休日はこうじゃないと。仕事がない日は昼間から酒を飲むのが日課になっている。あー、うめー。今日は平日だし、みんなが働いてる時に飲む酒はやっぱり最高だ。この背徳感と優越感がたまらない。寝坊するとその分楽しい時間が減ってしまう。だから俺は休みの日もきちんと起きてきちんと酒を飲む。もう一本行くか。いや、さすがにこれ以上はまずいかな。もっと飲みたい気持ちはあるが、心配なのは翌日の仕事だ。トラックの運転手は出勤時にアルコールチェックを受けるため、酒が残っていると仕事にならない。しょうがない、今日はこの辺でやめておくか。おはようございます。あ、やっぱり昨日はちょっと飲みすぎたな。頭が重いし、なんとなく酒臭い気もする。大丈夫かな。深酒のせいで仕事に穴を開けたりしたらプロ失格だ。お前のことだから、また昨日も飲んだんだろう。ねえ、まあたしなむ程度に。酒は残ってないか。残ってるわけないじゃないですか。俺だってちゃんと考えて飲んでますよ。アルコールチェックではまず目視で顔色を確認され、体調について 2,3 問質問をされる。それからアルコール検知器へ息を吹きかける。うん、大丈夫みたいだな。じゃあ今日もよろしく頼む。はい。あ、よかった。このアルコールチェックの結果は記録として残り、最低でも1年間は保存される。まったく窮屈な世の中になったものだ。とはいえ、さあ出発だ。トランクに乗ってしまえばこっちのもの。あとは自由に振る舞えるのがこの仕事のいいところだ。運転席は俺一人、上司の目もないし、余計なコミュニケーションで消耗することもない。気ままにトラックを走らせること数時間、俺は第一の目的地に到着した。パーキングエリアだ。うほほ、うまそう。今日のランチは持参したコンビニ弁当、しかも大好物のカツ丼だ。カツ丼に合う飲み物といえばこれしかないな。そう、ビールだ。昼間からカツをつまみに酒が飲めるなんて最高だ。普通の仕事じゃこうはいかないからな。トラック運転手は俺の天職だよ。はん、あー、うんめー。缶ビールを1本2本と飲み干すと、何とも言えないいい気分になったから。あー、くったくった。食べ終わってもすぐに出発するわけじゃない。酒を抜くためにもきちんと睡眠をとる。酒を抜かなきゃ走れないから、この睡眠も仕事の一部だよな。
じゃあ張り切って一眠りするか。そもそもビールなんて俺からすればアルコール度数が低すぎる。この程度は飲んだうちに入らない。それでもこうして念のために仮眠を取るんだから我ながら仕事熱心だ。よし、そろそろ行くか。少しぼーっとするな。この仮眠で実際に酒が抜けたかどうか正直わからない。それこそアルコール検知器でもあれば別だが、一旦出発してしまえば誰にもチェックされない。ま、なんとかなるだろう。あれ、やっぱりちょっと酒が残ってるかも。いつもよりどうも頭がぼんやりする。脳の中心がジンジンとしびれて、ブレーキや車線変更などの判断も遅れがちになってしまう。その代わり、こうして運転していてもどことなく気分が軽い。このぐらい酒が残ってる方がいいかもな。トラック運転手の仕事は運転席に乗り込めば自由を満喫できるが、一歩外に出るとストレスも多い。会社から無理なスケジュールを組まれても文句は言えないし、渋滞で配送が遅れても運転手のせいにされるんだからな。まともに受け止めてたらやってられないよ。酒はそういうストレスを忘れさせてくれる。俺にとっては頼もしい仕事の相棒だ。それからも俺は毎日のように相棒との親睦を深めていった。そしてある日、いつものように仮眠から目覚めると、飲みかけのビールがまだ残っているのに気づいた。今回は多めに買っちゃったからな、ちょっと残っちゃったか。だからといって捨ててしまうのはもったいない。このくらいの量ならこの後運転しながら飲んでも飲んだうちに入らないよな。あ、きっと大丈夫だ。俺は多少恐る恐るではあったが、缶ビールを片手に仕事を再開。するといつもより開放的な気分になれて、実に気持ちが良かった。やっぱりお前が一緒だと楽しいよ、相棒。それからは運転中の飲酒にすっかり味を占めてしまい、毎日飲むのが当たり前になった。飲んだ方が楽しく仕事できるし、仕事を楽しむのはいいことだ。それに前より飲む量も増えたから、酒の売り上げにも貢献してるよな。店も喜ぶし俺も嬉しい。まさにウィンウィンだ。初めこそ多少の罪悪感はあったが、今は違う。きちんと仕事さえしていれば、俺が酒を飲んだからって困る人は誰もいないんだ。俺もいい大人だし、ここはもう自己責任だな。会社や法律にとやかく言われる筋合いはない。みんな仕事を楽しく効率的にするために自分なりの工夫をしているはずだ。俺の場合はその工夫が酒ってわけだ。高速のパーキングエリアやサービスエリアでは酒が売っていないので、俺はあらかじめスーパーで購入している。明日はいつもより遠出になるし、ちょっと多めに買っておくか。いや待てよ、そもそもビールじゃ物足りないな。普段仕事で飲んでいるビールはアルコール度数が約 5%。 酒好きな俺にとっては水みたいなものだ。ここはガツンとウイスキーでもいっとくか。お、これいいな。目に飛び込んできたのは5リットルの角杯だ。いいぞ、この量なら十分楽しめそうだ。まさに俺のための飲み物だな。この日から俺の相棒はビールからハイボールに変わった。くー、気分上がるなーい。こんなに飲んで大丈夫かって。なーに心配ない、俺は酒が強い方だし、泥酔するまで飲むわけじゃない。あくまでチビチビやるだけだ。まあチビチビの捉え方は人によるだろうけど。すっかり楽しくなった俺は、即興のオリジナルソングを口ずさみながらノリノリでハンドルを握った。ほんげーよ、ほんげー、ほんげー、ほんげー。いい歌だ。俺には作詞作曲の才能があるのかもしれない。どうして今まで気づかなかったんだろう。今こうして気づけたのも酒が俺の才能を開花させてくれたおかげだ。やっぱり酒っていいな。どわっか、危ない。その時突然乗用車が俺の前に割り込んできた。この野郎、普段であればこの程度の割り込みはごく自然だし何の問題もない。でも今日は違う。
っちは酒を飲んでるんだ。いつもみたいにすぐ反応できるわけじゃない。こっちの事情も考えないで平気で割り込んでくるなんて非常識にも程があるだろ。せっかくのいい気分を台無しにされて俺はブチ切れてしまった。オラオラ普通車のくせにトラック様に喧嘩売ってんじゃねえよ。事故ったら責任取れんのか。全部お前のせいだからな。人の迷惑を考えない奴にはこのくらい思い知らせてやった方がいいんだ。荷物も無事届けたし、あとは帰るだけだな。酒はさすがにもうやめておくか。だがダメだと思いつつも目の前に酒があるとつい手を出してしまう。せっかくあるんだし、ちょっとだけ、あともう少しだけなら。あーうまい。やっぱり落ち着くな。思えば昼間煽り運転をしてしまったのも気持ちがイライラしていたからだ。イライラを抑えるためにも酒を飲んでリラックスした方がいいな。これも安全運転のためだ。はたから見るとなんだかんだ理由をつけて酒を飲んでいるように見えるかもしれない。でも俺は酒は大好きだが決してアル中じゃない。自分なりに節度を持って時と場所をわきまえて飲んでいるから何の問題もない。仕事の後の一杯は最高だね。あ、これもそろそろなくなりそうだな。仕方ない、後でどっかで買うか。帰り道も長いんだし酒がないとやって会えないからな。そんなある日、俺はパーキングに止めた車の中で昼食をとっていた。どうも調子が悪いな。最近は眠れないし手が震えたり、すぐに集中力がなくなったりして仕事にも身が入らない。そんな時でも酒をガビッと煽ると気持ちが穏やかになる。酒は薬みたいなもんだな。ここんとこ体調も良くないし、ちょっと多めに飲んでおくか。こうして健康管理をするのもプロのドライバーとして大切なことだ。さすがにちょっと酔っちゃったかな。まあ仮眠を取れば大丈夫だよ。この後の予定は夜の11時までに届ければいいから、まだまだ余裕はあるな。これならいつもより多めに仮眠できそうだ。だが俺はここである勘違いに気づく。お？え、ちょっと待って、11時じゃなくて5時？納品予定の時刻は俺が思っていたより6時間も早かった。まずいぞ、寝てる場合じゃない。頭にアルコールのもやがかかったまま俺は慌ててトラックを発進させた。今日は時間に余裕があると思ってのんびりしすぎたな。遅れたら何を言われるか。やがてトラックは人気のない直線道路に差し掛かった。遅れを取り戻すならここしかない。俺は一気にアクセルを踏み込んだ。しかしスピードが乗りに乗った途端、目の前に大きなカーブが現れた。うわトラックはカーブを曲がりきれず路外に転落。シートベルトを忘れていた俺はフロントガラスを突き破り10メートル以上も吹っ飛んで即死。事故の後俺の飲酒運転が疑われ、会社は大きな批判にさらされたようだ。取引先への賠償も合わせると会社の損害額は4000万近くにも上る。みんなにこれほど迷惑をかけてしまうなんて。楽しく仕事ができればいい、バレなければ問題ないと思っていたが、そのせいで取り返しのつかない結果になってしまった。飲酒運転は自分だけでなく場合によっては人の人生まで奪ってしまう。なぜ俺は大丈夫だと思ってしまったんだ。疲れた、暑い、もう嫌になっちまうな。こら、手を休めるなよ。こんな仕事クソ真面目にやってられるかよ。うまい、の
喉が渇いたら水分補給しなくちゃね。俺の名前は本田浩二、自動車製造工場の機関工として働く44歳独身だ。本田さん、お疲れ様です。おう、日野か。今から帰りですか？まあな、この後一杯やりません？いいよ。日野は俺と同じく機関工として働く仲間だ。ここでは日野の方が3ヶ月先輩だが、年は俺の方が一回り上。人懐っこいやつでよく一緒に飲んでいる。先月やっと借金がチャラになったんですよ。ふぅ。機関工として働き始めて2年、長かったです。借金がなくなったら辞めるのか？そうですね、できたら会社員に戻りたいですけど。会社員だってまたクビになるかもしれねえぞ。いやいや、でもそれってよっぽどじゃないですか。そんな、そうそう何回も。わかんねえぞ、二度あることは三度あるって言うし。やめてくださいよ。俺も日野もかつては普通に正社員で働いていた。だがそれぞれ事情があって辞めることになり、機関工の道を選んだのだ。機関工とは自動車製造会社やその子会社などで募集されている期間限定の契約社員のようなものだ。自動車の製造ラインは繁忙期と閑散期の差が大きい。その差を埋めるために登用されるのが機関工というわけだ。会社側からすると繁忙期に合わせて必要な人員を確保できるし、我々雇われる側からすると期間限定とはいえ高待遇で雇ってもらえる。正社員のような安定性はないが、かなり効率のいい働き方だと言える。5年前はね、若かったんですよ。自分でバーをやりたいなんてね、言い切っちゃってね。いやー、甘くなかったです。脱サラして初期投資に300万円突っ込んで全然回収できないで終わりましたから。でもその借金チャラにできたんだろう。まあはい。じゃあもう一回やってみりゃいいじゃない。いやー、もうゴリゴリですよ。会社員の方がよっぽど楽です。本田さんはなんで機関工やってるんでしたっけ？会社をクビになったんだよ。リストラですか？まあな。日野にはリストラと言ったが、実は嘘だ。会社員で働いていた時、労働条件が厳しかったことに加えて女関係でいろいろ揉めたりして、酒を飲んでいないとやっていられなかった時期がある。その時会社にまで酒を持ち込んで問題になり解雇させられたのだ。以来俺は酒がやめられない。そんな俺にとって機関工の仕事は都合が良かった。機関工で働いていれば月収30万円は固い。正社員と違って3ヶ月、6ヶ月など雇用期間の制約はあるものの、募集はかなりある。さらに機関工の仕事は寮が完備だったり、光熱費は会社負担だったりと、すぐに働きたいやつにとってかなりの好条件が揃っている。つまり仕事内容にこだわらなければ効率的に稼げる魅力的な仕事だということだ。金があればあるだけ先に使っちまうだけなのだが、俺は機関工が気に入ってしまった。次、日本酒飲もう。ほら。明日も仕事っすよ。いいじゃねえか。仕事さえしていれば多少ハメを外したっていい。俺は金と酒があればそれでいいんだ。そんな感じでやっているので正直仕事には身が入らない。本田さん、今月遅刻2回目ですよ。すんません。早く持ち場についてください。二日酔いで仕事どころじゃないな、これしんど。機関工が任される仕事は誰でもできる単純作業だ。だがどんなに簡単な作業でも手を止めたら進まなくなる。持ち場によってはしゃがり気になって働かないと回らない仕事もある。なんたって当たり外れが多い。
俺が担当していたのは部品をセットする仕事だが、きっかり2分で次の工程へ回さなくてはいけないものでかなりタイトだ。二日酔いでゲロゲロの体でついていけるわけがない。おお、待て本田さん、ちょっと勘弁してくださいよ。僕のミスになっちゃうじゃないですか。すまん、俺ダメだ。ちょっと帰るわ。は？仕事を続けるってことは楽じゃない。この後勤務態度が問題になり、俺は契約が打ち切りになった。こんなことも珍しくはない。だがクビになってもまた次を探せばいいんだ。ああ、しけてんな、クソ。期間工をしていると失業期間も発生する。仕事をしなくていいのは楽だが、金は減る一方。早く次の仕事を探さないと。ストレスが溜まると俺はつい酒に走ってしまう。仕事が決まらなくてもイライラする。仕事が決まればそれはそれでイライラする。どんどん酒が手放せなくなる。本田さん。ああ、トヨタ。またずいぶん飲んでます。まあねトヨタは俺と同じ機関工だ。俺がよく行くパチンコ屋や飲み屋でたびたび顔を合わせることがあり、会えば話すようになった。行き場がないから機関工をやる。こいつも俺と同類だ。ああ、また仕事探さなくちゃ。あ、なんだよ、仕事終わっちまったの？そうなんだよ。本田さん、なんかないかね。俺んとこの工場も募集してたと思うけどね。知らねえや。何を隠そう、俺自身も今は失業中なのだが、そんなこと話すまでもない。トヨタのやつは機関工でしか働いたことがないと言っていた。こういうやつは同じ境遇から一生抜け出せないで終わっていくに違いない。また働かないといけないのか。めんどくせえな。でも今日はいいものを持ってきたからな。その日俺は配属されたばかりの職場にいた。こうして働くのは2ヶ月ぶりだ。それまでは毎日昼夜を問わず飲み歩いてばかりいたので、もう昼でも飲むのが当たり前になっていた。休憩です。はい、よしよし。あー、水がうまいな。そう言いながら取り出したのは手製の水筒だ。この中には水と同じような透明の液体が入っている。アルコール濃度 5% くらいのやつだから、まあ水みたいなもんだ。俺はこれがないと元気が出ないんだよ。よし、これでまた頑張れるぞ。それからというもの、俺は職場で水分補給をする際、必ず持参した水筒から水分を取るようにした。まさか水筒の中身がアルコールだなんてわかりゃしない。俺って天才じゃなかろうか。この頃は酒を飲んでいた方が調子が良かった。酒を飲まないとイライラするし常にだるい。だが酒を飲めば気分が良くなり、体も軽くなるような気がしたのだ。困ったのは休憩が思うように取れないと水分補給がままならないことだ。飲みたい、飲みたい。くそ、なんで今日に限って水分を取る余裕すらないんだよ。休憩お願い。遅いよ。あ、早くしろってんだ。たけ、なんだあのおっさん。うまい。これがないと俺はダメなんだ。もっと飲みたい。あの人最近おかしいんですよ。どういうこと？もともと勤務態度は良くないと思っていましたけど、言葉遣いは荒いし遅刻もありますし、あとよく休憩時間に水筒を飲んでるんですけど、うん、それがどうも怪しいっていうか。やがて勤務中に飲酒をしていることがバレてしまい、俺は即日解雇された。当たり前だが、勤務中に酒を飲むのは契約違反だ。また期間満了前に解雇されたので、
契約期間が満了すれば支払われるはずの満了金ももらえない。はっきり言って大損だ。くそ、なんで解雇されなきゃいけないんだよ。仕事やってりゃいいんだろうがよ。まさかバレるとは思っていなかったが甘かった。働いた期間は1ヶ月ちょっと。それまでの給料は振り込まれたが、また失業状態だ。もう知るかよ。いざとなったら生活保護だって生きていけるだろ。知らねえよ。ほら、知らねえ。俺は一体何がしたいんだろう。何を目的に生きていて、これからどうやって生きていくつもりなんだろう。大の大人のくせに皆目見当もつかない。もう何も考えたくない。それからは毎日ただただ飲んだ。昼も夜も関係なく飲んで寝ての生活だ。もうどうでもよかったんだ。しかし痛いよ。どこが痛いですか。足の指だよ。ある時自宅でいつものように飲んでいたら突然激痛に襲われた。特にぶつけたりしたわけでもないのに足の親指が腫れ上がり、歩くのも困難なほどに。俺はたまらず救急車を呼んだ。痛風ですね。入院。入院？高血圧だし糖尿の数値も良くないですから食事制限ね。食事制限？なんてこと。酒が。本田さん、どうしました。お酒は飲んじゃダメなの。あのね、ここ病院ですよ。やだ。職を失い、健康にまで黄色信号が灯った。まだ50代にもなってないのに、俺はこれからどうすりゃいいんだ。痛風の痛みは一時的に落ち着いた。だがまた症状が出るかもしれない。ひどい場合は骨や関節が変形することもあるらしい。もう終わりだ。もしかしたらこのまま病院から出られないかもしれない。病院から出ても独身の俺は一人で生きていかなくちゃいけない。そもそもここに入院しているだけでどんどん金がなくなっていく。入院ループ絶望的だよ。やだよ。せめて酒飲ましてくれよ。人並みに働いてそれなりにやってきたはずなのに、なんでこうなっちまうんだよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。